台湾民主国。台湾民主国は、1895年の下関条約調印後、列強の干渉を拡大させて、日本への台湾割譲を阻止しようとする、新国側の外交的動きの中で生まれた一時的政権の名称である。新国が干渉を期待していた、ロシア、ドイツ、フランス、イギリスが三国干渉に満足して、台湾民主国を承認しなかったため、 台湾民主国軍は国際的承認のないまま台湾に上陸した日本のこの絵師団に劇を開始。しかし台湾民主国首脳陣の逃亡が相次ぎ、北洋大臣李工省も戦争の再発を恐れて早々に日本側の要求を受け入れ、6月2日に河山助のり台湾総督との間に、 台湾自主手続きを終了させたため、台湾自立による割上阻止策は失敗し、台湾民主国は約5ヶ月で崩壊した。ただしその崩壊時期については、諸説ある、口述。11月18日の台湾総督府による全党平定宣言に至るまでの戦闘を、台湾大台湾鎮定あるいは台湾政党と呼ぶ。日清戦争に敗北した新国は、 下関条約により台湾及び方向諸島を日本に活用した。これは台湾在住者に全く知らされずに締結され、下関条約によって台湾在住者は日本人となることが決定した。しかし、日本が台湾領有後さらに南進に進行することを恐れた新国国王総督張りのホララの作動もあり、その中で新国人であった 当時の官僚と一部住民が協力し1895年5月23日に台湾民主国立宣言を発表24日には各国語に翻訳し中台湾の各国領事館に通知しているそして25日独立式典を実施し台湾民主国の成立を宣言した独立式典では統計数を相当日本語では大統領に選出するとともに 青字に、キトラのキトラバタを国旗と定め、英気よしと改元。行政立法の機関を定め、紙幣、有権を発行し、布告を島民に発し、国家体系を整えた。当時台湾第一の富豪であった、林忠資源を国会議長に衰退するが、林はこれを拒否、100万両新政府に献金した後27日には、アモイに逃亡した。5月29日、 日本軍が起きて、現在の台北県三木両方に上陸すると、傭兵を主体としていた民主国軍は、総崩れとなり、6月3日には、キールンを占拠されてしまう。これにより、新政府は、空中分解、翌4日には、統計数は老婆に変装し、黄金を持って、ドイツ商船のアーター、アーサー号に乗船して、アモイに逃亡してしまう。 劉英福が総統に就任して3ヶ月間、民主国と日本軍の間で戦闘が繰り返されたが、日清戦争を勝ち抜いた日本軍と傭兵主体で数にも劣る台湾民主国軍では実力が違っていた。10月下旬には劉英福が中国に逃亡し、日本軍は台南アビラを陥落させた。ここに台湾は日本によって平定され、 この台湾民主国、台湾人と日本軍との戦いは台湾平定と呼ばれる。ただし、台湾民主国の滅亡日は、統計数の逃亡日、5月27日とする説、劉英福の逃亡日とする説、台湾民主国の旗印による最後の戦闘、1896年2月とする説など諸説ある。台湾民主国は二つの参加者に区分することができる。 一つは、統計数以下の台湾省時代からの管理で、非台湾籍のものであり、もう一つは、台湾出身で帰省中の非現役者からなる、死である。後者は、台湾人の抗議を代表する役割を担った。党は、台湾総統に就任すると、新国時代からの文部官に居手を明らかにさせたところ、文官では、不正史、知見、知衆、 地府ことごとく本土機関を表明した。武漢では、方便台湾部を務むについていた、福建水師総督の、容義陳と台湾陳総兵一万国元らが部隊を引き連れ帰国した。このため、下級管理たちが大きく出世することとなった。5月25日に発布された予告によれば、直ちにまず議員を設立し、議員を公挙して、律令承定をつまびらかに定めとされ、 式典当日に公挙が行われた。議長には、林忠だ資源が選ばれたが、林は辞退した。民主国内部の文献は存在しないが、状況証拠から旧愛好が副総統とされる。この短命政権に対し、歴史学者の間でも評価が分かれている。まずは欧米で参見される、共和国の人口性を強調する視点であり、これらは新国の官僚に主導され、 国際的な支持を得ることで、台湾に日本の権益浸透を阻止することに主眼を置き、新国に忠誠を尽くし、一般の台湾人の支持は得られていなかったとするものである。李蔵王の主張によれば、台湾民主国は台湾独立運動の行使とは言えず、新国の管理が日清戦争敗北後に台湾を講和条件に提起したことに対する住民の反発を恐れたため、 台湾における抗日レジスタンス運動を計画、住民に対し日本軍の占領と、新国は台湾を放棄したわけでないことを印象付けるための行動と分析される。次に、中国の民族主義者に多く見られる傾向であるが、台湾民主国を中国人による抗日運動の一環と位置づけ、台湾の主権問題を中国に帰属させる視点である。マサや国らは、 台湾民主国を台湾独立を格索したものでなく、新国に帰属させるための過渡期であったと評価している。この対局に位置する台湾独立派の歴史家の視点を紹介すると、その代表人物とされる文明は、台湾民主国は独立自主を標榜したが、その代表の思想は台湾の大衆とは一致するものではなかった。すべての政治目標は、 新国の統治下の中国の枠組みを超えることはなかったと評価し、大幾徳も台湾民主国の独立宣言に清の暦を用い、反平すなわち衛政国となるという一文が含まれているとから、その独立の精神に会議的な意見を発表しており、統一派と類似した見解を述べている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。